アビコタカジアビコタカジ12月16日から1973年3月26日は、日本の農学者、教育者、政治家、衆議院議員、北海道札幌郡ことに町長。北海道札幌郡ことに村トンデン平村で、旧ア津藩市、トンデン平、アビコともひこの長男として生まれる。農作業の経験から、寒冷地農業の確立の志を持つようになる。 北海道町立札幌中学校を経て札幌農学校に入学。同校が解消した東北帝国大学農学部を1908年に卒業した。卒業後、北海道町地方農事試験場技師として採用され、北見文場長に就任。1910年、北海道町技師、北海道農事試験場大島市場長に就任。1927年、 北海道農事試験場長となる。北海道の地域別に適切な作物の選定を行い、稲、小麦、ジャガイモなどの品種改良、育種、栽培の研究を進めた。また、試験場に農業練習生制度を創設し、農家の指定の訓練、育成を行い、また実地に農家の指導を行った。1四十二年四月の第十一回衆議院議員総選挙で、 翌山政治体制協議会の推薦を受け北海道第2区から出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。そのため、戦後に公職追放を受けた。その他、北海道農会長、農地開発営団評議員、北海道教育委員会委員長、ことに町長、北西学園園長、北西学園女子短期大学学長などを務めた。1916年、 高倉徳太郎より受選しキリスト教徒となり、札幌ことに教会の創設と発展に中心的な役割を果たした。ありがとうございます。